こんにちは、粟田洋介です。ちょっと絵を描いてみたいんだけど、なかなか絵を描き始められない、そんな人がいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ絵を描くだけじゃなくて、いろいろな新しいことが始められないっていう方がいらっしゃると思います。まあ私はずっと絵を描いてるので、これは新しいことじゃないんですけど、ちょっと最近昔ほど頻繁に絵を描かなくなっちゃって、もっと頻繁に絵を描かなくちゃなと思ってるんですが、問題なのは時間ですね。時間がないっていうのは、多くの人にとって何かができない一番の理由なんじゃないかと思います。まあ時間については人それぞれ生活があって人生があって、私には何も言えることはないんですけど、時間っていうのは作るもの、そして作れるものだと思っています。私自身ちょっと絵を描く時間を作らなきゃなと思っているところで、まあ私にとって大事なのはアート表現をすること。人生を楽しく幸せなものにするために、何かの時間を削ればいいんですよね。何かを犠牲にして時間を作ろうと思っています。でちょっと自分の生活を見直してみようと思っています。まあその時間のために犠牲にするもの、それは人の価値観によって違くなると思います。ただ新しいことを始めるときに、時間の他に気になることがあると思います。例えばもう若くないから新しいことを始めてもうまくいかないんじゃないかなとか、才能がないから難しいんじゃないかとか、そういうことがあると思います。他にもあると思うんですけど、今日は年齢の話と才能の話をしたいと思います。才能がない、そう思うことによって損している人はたくさんいると思います。何につけても才能がないって思った時点で、自分自身の成長をストップさせているようなものだと思います。才能なんて誰も持ってないものだと思います。そして同時に誰でも才能を持っていると思います。どういうことかっていうと、誰にでも何かしらの才能はあるっていうことで、同時に全ての才能を持ってる人はいないっていうことです。例えば天才アーティストピカソでも、絵を描くっていうことについて持ってなかった才能もあるはずです。そして私たち全員がピカソが持ってない別の才能を持っていると思います。それが何であるか人それぞれ違います。でもピカソはすごい才能にあふれたアーティストだったと思います。絵を描くっていう一つのことでも、本当に幅広いジャンルがあって、例えば本物そっくりに描く写真みたいな写実的な絵もあれば、もう形とか色だけの何を描くってわけじゃない抽象画もあります。そしてその中間の写真みたいのでもなければ抽象画でもない、まあ私の作風もその一つですけど、そういうものもあれば、そのどれにも当てはまらない絵っていうのもあると思います。その無数にあるアートスタイルの中に、あなただけにしか表現できない、あなただけにしか描けない作風があるのです。なんか才能ないなって思う時って、誰かと比べてる時なんじゃないかと思います。さっきも言ったように、みんなそれぞれ違う優れた部分を持っています。なので人の優れたところと比べた時に、自分の方が劣っていて当たり前なんですよね。だってその人がすごいんですから。でも私はアートって勝ち負けじゃないと思っています。そういうふうにどっちが上とか下とかって比べるものじゃないと思っています。もちろんそういうふうに比べるのは自由ですし、その方が楽しいって思う人もいらっしゃるかもしれません。でも私は比べるとか勝ち負けっていうのは別のことだと思ってて、人はそれぞれ個性があって、その個性っていうのは比べる対象がないと思っています。まあ比べることもできるかもしれないけど、比べなくてもいいもので、その個性っていうのは私らしさとかあなたらしさっていうのを形作ったものだと思います。その個性っていうのは、その人の一つの要素だけでできてるんじゃなくて、その人のいろんなことが組み合わさってできたものなんだと思います。そしてその個性っていうものの中に、あなたにしか表現できない素晴らしさ、美しさがあるんだと思います。私は老いも若さもそれぞれの素晴らしさがあると思っています。まあ私ぐらいの年齢になると脳の衰えも出てくるので、若い時の方がいろいろなことが理解できたりとか想像できたりとか、いろいろ脳の質もいいんじゃないかと思います。でも衰えているからこそ、何かが足りないことによって表現できる面白いこともたくさんあると思います。まあ私は頭がいい悪いっていう表現の仕方は好きじゃないんですけど、例えば IQ が高い人と IQ が低い人がいたとします。でもその IQ が高い低いっていうのは関係なしに、その人一人一人の面白さっていうのがあるじゃないですか。その面白いっていうのも好き好きで、それがいいって思う人もいれば思わない人もいます。何が言いたいかっていうと、
自分の長所も短所も武器にできるっていうことです。私の短所はいい加減なことです。大雑把なことです。しかし私はそれを表現に生かしています。それを好きな人もいれば嫌いな人もいると思います。でも自分自身では気に入っています。誰でも才能は持っています。大切なのはそれをどう生かすかです。人からの評価っていうのがあると思います。例えばいいとか悪いとか好きとか嫌いとかですね。作品のこともそうだし、何につけてもいい評価と悪い評価っていうのをされることがあると思います。いい評価をいただければそれはとても嬉しいことなんですが、悪い評価をいただいた時、特に喜ぶ必要はないと思うんですが、悪い気持ちになる必要はないと思います。悪いと思う人もいれば、いいと思う人もいる、何とも思わない人もいる。大事なのは自分が気に入って自分を表現して、そしてそれに誇りを持つことだと思います。人っていうのは正しくものを見ることもできれば勘違いすることもあります。それは自分自身もそうです。評価なんてものは勘違いかもしれないし、真実かもしれないし、それはどっちでもいいんです。世の中にはよくこんなことを人に言えるなっていうほどひどいことを言う人もいらっしゃいます。そんなことを言われてしまったらショックだと思います。でもそれは一人の人の意見で、いや一人じゃなくてたくさんの人だったとしても、それは人の意見で、ショックを受ける必要も気にする必要も全くないと思います。自分がいいと思うものを作っている、その誇りを捨てる必要はないと思います。そして私はその誇りをずっと持ち続けていきたいと思います。人が悪いことを言う時って、本当にそう思ってる時もあれば、そう思わないであなたを傷つけようと思っていい加減なことを言っている場合もかなり多くあると思います。でもそれが何であれ、そんなものは人の意見に過ぎません。私たちは自分が気に入ったものを作っている、それを誇りに持っていけばいいんだと思います。人の評価っていうのも大事になることがあるかもしれませんが、まずは自分が楽しむこと、自分が幸せであること、そういうことが自分にとって一番大事なことなんじゃないかと思っています。幸せだったりとか楽しさだったりとかっていうのは伝染します。だから人を楽しませたい、人を幸せにしたいと思ったら、とりあえず自分が幸せに楽しく絵を描いたらいいんじゃないかと私は思っています。新しいことを始めるのはちょっと勇気がいることもあるかもしれません。でも絵を描くことなんて大したことじゃないと思っています。小さい子供だったことを思い出してみたら、まあ思い出せないほど小さい時ですね。もし床にクレヨンが落ちていて、目の前に真っ白な壁があったら、そのクレヨンを拾って絵を描き始めるんじゃないかと思います。絵なんてそんな気持ちで描いたらいいんじゃないかと私は思っています。最近あんまりたくさん絵を描いてなくて、ちょっと動画を撮るとかそういうことを考えないで、全力で絵を描くことに取り組んでいきたいと思っているので、今回はちょっとお話だけの動画にさせていただきました。今後もまた絵を描く動画も作っていこうと思うんですが、できた作品はインスタグラム、X、Facebook などの SNS に載せたりとか、あとはイベントとか展示会で生の作品を展示いたしますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。